グラナダ市南東の丘に位置するアルハンブラ宮殿。アルハンブラ宮殿は、スペインのアンダルシア州グラナダ県グラナダ市南東の丘の上に位置する城塞、宮殿である。宮殿と呼ばれているが、城塞の性質も備えており、その中に住宅、館長、軍隊、旧車、モスク、学校、浴場、墓地、庭園といった様々な施設を備えていた。 現代に残る大部分は、イベリア半島最後のイスラム王朝、ナスル朝の時代の建築とされ、初代ムハンマド一世が建築に着手し、その後のムスリム政権下で増築された。スルタンの居所であるとともに、数千人が居住する、城塞都市でもあった。夏場非常に暑いと言われる、グラナダの中でもとても涼しい場所に位置し、馬の背のような形をした緑大岡に立地する。 14世紀の学者アフマドアル・ウマリーの地理書によると、スルタンは月曜と木曜に、アルハンブラのある丘の上で、人民に対し、コーランの重所とムハンマドの原稿録の一部を朗読したとされる。建築の材料には、レンガ、木材、レンドなどの脆いものが多く、彫刻を施した石材などは最低限しか、使用されていない。アルハンブラ宮殿の中心は、 いくつかの建造物に囲まれた中庭に置かれ、他のイスラーム建築の例に習っている。建物は白を基調としているが、アルハンブラとは、アラビア語で赤い城塞を意味する、アルカルアルイコールハムラーと呼ばれていたものが、スペイン語において点火したものである。この名称の由来については、城塞周辺の土地の土壌が赤いため、あるいは建築に使われたレンガの色であるとか、 宮殿が赤い漆喰で覆われていたからなど諸説ある。アルハンブラは構造的には一つの城塞都市であるが、当初から全体の形が計画されていたのではない。異なる時代に建てられた様々な建築物の複合体であり、時代により建築様式や形状などが異なっている。その前半はムーアジン王朝の栄枯盛水と共にあり、旧世期末、 イベリア半島南部を半島としていた後、ウマイア朝末期のアルカサーバと呼ばれる砦が原型であると言われている。これはアラブ人が農民の反乱軍からの防御壁として築いたものである。イスラム教徒がイベリア半島に進出する前、8世紀初頭までこの地は西元東国の支配下にあった。711年。 ウマイヤ朝の北アフリカ総督であるムーサー・アイブン、ヌサイルが武将をターリクに命じ、トレドまでを占領。その後数年でイベリア半島全域がイスラーム圏となった。この地に最初に栄えたのが後ウマイヤ朝であるが、この時の都はまだコルドバであり、グラナダの丘の上には軍事要塞アルカサーバだけが建てられていた。現在、アルハンブラの最も西の部分である。 11世紀前半、1031年の後、ウマイヤ朝、滅亡後に、キリスト教徒の国土回復運動であるレコンキスタが本格化し、カスティーラ王国のアルフォンソ6世が1085年に、トレドを降伏させ、後に、フェルナンド3世が1236年に、コルドバ1246年に、セビリアを入れた。このレコンキスタは、イスラム圏にとっては、 キリスト教徒による再征服活動であり、イスラム圏に残されたのは、グラナダを中心とするアンダルシア南部地方のみとなった。アルハンブラ宮殿が大きく拡張されたのは、このレコンキスタが進展した時期であり、グラナダを首都としたナスル朝の時代に入ってからである。メディナ出身のデアルアフマド家の血を引くムハンマド一世、及びその息子のムハンマド二世が六十年も歳月をかけ、 水道を設置し、アルカサーバの拡張工事を行い、宮殿を作った。その後も、歳月とともに、建物や塔が建築されていったが、大きな変貌を遂げるのは、ナスル朝の黄金時代を築いた、ユースフ一世とその息子のムハンマド五世の時代である。ユースフ一世時代には、シロロでは、マチューカの塔、コマレスの塔、正義の門、スイエテスエーロスの門、宮殿では、 コマれすぐを中心とする建物が作られた。ムハンマド5世の時代には、シロローでは、ブドウ酒の門、宮殿では、ライオンの中庭を中心とする建物が作られた。ライオンの中庭は、長さ28メートル、幅16メートルで、庭を囲む4つの建物には124本の大理石円柱が立ち並んでいる。中庭の東側にある章の間には、10人の アラブ人貴族を描いた絵画がある。これは、初代のムハンマド1世から10代のアブサイードまでのナスル朝スルタンであるという説と、重心が法廷を開いている場面であるという説があり、後者の説に基づき、裁きの広間とも呼ばれている。ムハンマド5世没後、ナスル朝はおよそ100年間存続するが、新たな建造物はほとんど建てられなかった。 1492年1月2日、カトリックのレコンキスタによって、グラナダが陥落すると、アルハンブラ宮殿にも一部手が加わった。グラナダが、キリスト教徒の手に渡った直後に、カルロス五世がこの地を、秘書地として選び、カルロス五世宮殿を建設。当時イタリア留学であったペドロ・マチューカが、正方形の建物の中央に、 円形の中庭を設けるという設計をし、スペインにおける純イタリア様式の成功傑作と称されている。スペインはこの地を1718年まで城代に管理を任せていたが、カルロス一世の時代に入ると、この宮殿を自らの帝国の支配の中心地にする考えを持っていたと言われており、いくつかの改築が行われている。カルロス五世の噴水や、 カルロス5世の宮殿の建設が始まり、モスクは教会へ変えられ、礼拝堂や修道院が建築されている。現在のスペイン国家は、公式にはレコンキスタの過程でイスラム的な文化を払拭して建てられたカトリック教国であるが、現在にアルハンブラ宮殿が残されていることからも、民衆がこの宮殿の文化的価値を肯定したとも推察され、 この要塞の様式がパティオなどの建築文化に与えた影響も伺える。また、スペインを訪れるイスラム教徒たちは、このアルハンブラを他の誰にも増して特別な気持ちで見るという。彼らにとってアルハンブラはイスラムスペインの象徴であり、イスラムの支配と信仰が砕かれてもなお、スペインに残った輝かしい遺産なのである。アルハンブラ宮殿は、 英語清水を経てもなお破壊されることなく残され現在スペイン屈指の世界遺産となり世界中からの観光客が訪れる名所となっている。アライアネスのパティオパルタル庭園ライオンの中庭天井に施された彫刻は、いわゆるムカルナスと呼ばれる形式の昇乳石飾りの天井装飾である。 数種類のみの基本となるタイルを組み合わせることによって、雲の素状のモチーフを立体的に表現する技法になっており、イランのニーシャープールやエジプトのフスタートなど東方で発祥、発展したものが、イベリア半島まで移入してきたものである。柱や壁の彫刻の中には、女王が残したメッセージが隠されている。宮殿内に敷き詰められたタイルは一枚一枚当時の、 職人によって作られたものである。劣化が見られる箇所は現在修復作業が行われている。ありがとうございます。